難しかったと思うんですが、まあ、でも先ほど梅木選手に金沢戦の2ゴールを振り返っていただきたいと思います。ということでまずは1点目の場面から振り返っていただきましょう。抜きしてからその後もね、まあ、躊躇せずにゴール向かってますよね。周りを探すことなく一気に行って最後は落ち着いてますよね。最初ここですね。まずここで、まあ、ボール受けて前へ向いたんですけど、まあ、後ろから、ディフェンス来てるのも分かってましたし、前にもディフェンスいるの分かってたんで、時間を作ってヨシ君に戻すか、ジョシ君がこのスペースに走るんじゃないかなっていうのを、待つというかためにちょっと時間を作るようなボールの運びを、してました。このシーンでいうと、まあ、ベンチから斜めに行け運べっていうのを声が聞こえたんで、この後は、斜めにボールに向かって入っていきました。もう1個目もそうですけど、相手がよく見えてたんで股抜きを1個目は狙いましたし、2個目は先に触れれば入れ替われると思ったんで、それが結果的にうまくいった感じです。で最後はここでシュート打つ前に相手が来てるのも分かってて、キーパー出てるのも分かってたんですけど、このファーのここのコースが見えてたんで落ち着いて流し込めたかなって感じです。自身のプレーを俯瞰してみてどうですか？いや、ちょっとうまくいきすぎですね。まあ、みんななんかその点取って集まった時にエイクイーみたいなのを言ってました。どうしたみたいな感じで、まあ自分でもびっくりしてたんですけど、ベンチのいた選手とかもすごく驚いてた感じです。さあではチームを救う、はい、2ゴール目を振り返っていただきたいと思います。はい、梅木前を向いた、梅木かわして右足だ。最初このシーンで、まあ、トシ君がうまく、プレスかけてくれたん で周りの選手の距離感も良かったんで、相手は1個飛ばすしかない状況を作れたのが、まあ、まず1個良かったことかなと思います。でここで健介さんが奪った瞬間に前向きでボール奪ってたんで、縦パスを受けることを意識してて、でこの移動中にジョージ君が縦に走っているのと、コウタがセンターバックの脇に走っていくの見えてたんで、自分が前向けば3対2の状況が作れるっていうのが頭入ってました。でこの時に1回ゴールの位置をなんとなく確認してます。でうまく前向けたんで、本当はこのここで振り抜こうと思ったんですけど、ディフェンスが寄せてたのとシュートコースもあまりなかったんで、もう一個運んで、あとはもう振り抜くだけって感じです。はい、冷静でしたね。はい、落ち着いてました。まあ失点した時も自分が奪われてそこから失点してたんで、まあ、何としてももう1点 取らないといけないなっていうのは自分が感じたんで、その気持ちが運ばしてくれたのかなと思います。シュートがめちゃくちゃうまかったと思うんですけど、あのシュートはコースというかもう完璧だったと思いますけど、はい、どうですか振り返って。あんまり打った時
ディフェンスと被っちゃってあんま見えてなくて、パッて見た時にはゴール入ってたんで、なんかあんまどこ通ったかもよく分かんなかったですけど、はい、振り抜いたのが良かったんじゃないかなと思います。次の試合がすごく大事な試合になると思いますし、まあ、残り5試合を自分たちがどういうふうに戦うか、どうやって勝つかっていうのがすごくこれからのためには大事になってくると思うんで、まあ、一つでも多くの勝ちを掴み取れるように、チーム全員で戦っていきたいなと思います。